皆さん、こんばんは。よかったです。あのチラチラ寝てる人が増え始める頃かなと思いますのであの一旦ね、あの MC したいなと思ったんですけれども、配信大丈夫かな、いけてる。本日はカラフルスマイル、また何回目かはもう分かんないぐらいユニットでも出させてもらってるんですけれども、お呼びいただき杉野さん、ありがとうございます。そして土曜日ということで、多分すごくたくさんイベントが、ほこりがいっぱいあのすごく私の服から出てるかもしれない、ね、今手届いたらめっちゃ出てきたから、ね、ちょっと静かにしてもらっていいですか。土曜日ということでたくさんイベントがある中、ここをね選んでくれたこと本当に嬉しいです。そしてさっき気づいたんですけど、私2017年の10月27日に三日月さんが、言っちゃったカットしてくださいミスター M がミスター M が主催してたイベントで、鎌田さんに初めてというか、私が一方的に見に行っただけなんで共演はしてないんですけれども、こうして6年時を経て共演させていただくということで、すごくなんかエモいなと思って、当時はまだあのオリジナル曲とかもなくって、そこから6年かけて今こういう感じでやってますっていうのを見せられたらいいなと思います。そしてね、その当時は本当に三日月さんに大変お世話、また言っちゃった、ダメだ、言っちゃう、ミスター M に大変お世話になっていて、で カットしてくださいお世話になっていて、なのでちょっと今日は新旧スペシャルミックスみたいな感じで、特にミスター M と一緒にやってた曲と、あと初めてやる曲をねやりたいなと思います。まずは、その2017年の時にすごくいろいろ大変で苦しくて、そのライブを見に行った後に作った曲になります。群青の夜、聴いてください。歌は歌えない、君に好きだと伝えられない、置いてきた記憶につけた悲しみの傷、涙の跡、うまくいかない毎日もすべて僕のものだと受け入れるならば、一体何のため息をしているんだろう、教えてほしい、孤独の闇に包まれた泣いている、このまま消えてしまえたら、それでも星は涙に光る、大人の決めつけたルールが無責任な妄想で自由を奪って、誰かのためとエゴがまい心を蝕んでは黒く積もった先の見えない毎日もすべて明
負なものだと受け入れるならば、一体何のため明日を生きてゆくんだろう。教えてほしい。どんなに愛を求めても満たされないのは誰のせい。どこにも行かないでなんて、一人だけでいい言われたかった。君が思うよりいくつも背伸びしたこの強がりを、ああどうか君だけは分かっていてほしい。孤独の闇に包まれて、あの日の僕が呼んでいる。こんなに空は綺麗なのに、光輝き涙に揺れる。壊れた想いの最後が ありがとうございます。初めて一緒にやる曲を、夢くらい尽くしてくれ。落としれば思い出すような鮮やかな表情、症状ありもしない答えにすがるのはもうやめたいって叫んでいるのに、勝手な期待がずれたせいで背負ってく表情、症状なんとなんで振ってる態度が飾ってる現在進行形。存在意義なんて存在しなくなって、そう目なあなたにはちょうどいいでしょう。夢くらい尽くしてくれ。声高々に笑う悪魔が何も見えなくなるまではなくしたものだけ。広い集めから見にくい君のようだ。冬に映ったオレンジの夜空がまだ明けない。勝って転んで重なって自己嫌悪症、性感症疲れた顔に笑って話すのをやめたいと叫んでいるのに、浮くつきの心に響くのは都合なく少数感情。すごい並べ作ったブランドで飾ってる未来進行形。存在価値すら存在危うやで、存在
けするとかそんな言葉嘘でしょ。夢くらい尽くしてくれ超えたかだかに笑うあいつが何も見えなくなるまでは数した数だけ傷つけてみたら醜い僕のような窓に映った日々の私がまだ消えない。想像ばかりだいつも曖昧なのどいつもそうやっていつしか今になっていくさ。まどろんだ日々過ごして前のめりになって人は壊れてしまいそうになってもそうやっていつだってずっと言い聞かせて僕らに尽くしてくれ僕らに尽くしてくれ超えたかだかに笑う悪魔が何も見えなくなるまではなくした日々だけ拾い集めた醜い明日が呼んでく。冬に映ったオレンジの夜空が明けるまで。ありがとうございます。バックという曲でした。はぁ、肺活量ね、初めて今日ミスター M と一緒にやった。あまりにもね、こう馴染みすぎてますね、自分に。はい、気をつけます。すいませんでした何度も同じ間違いして。こっからは一番最後の曲はあんまないですよね、馴染み。初めてじゃない、やったことありますよね、けど、あ、函館の時かな、やっかもしれないだと思うんですけど記憶が曖昧。今年はそのミスター M にすんごいやりにくいミスター M にお世話になってた、今はお世話になってないみたいな感じなんですけど、すごくお世話になってた頃はなんだろう、まだそんなに月に何本もライブ してたんですけど、多くて 5,6 本みたいな感じで、で去年今年は、月にもう多い時で18本やった時がありましたね。みんながどんどん痩せていくみたいなお客さんも一緒に痩せていくみたいな感じで大変だったなと思うんですが、それだけいっぱいライブさせていただけるってすごくありがたいことで、まあ、そんな、なんだろう、こういっぱいライブした中で自分も大変鍛えられて、すごくね音楽に支えられてる時間がどんどん増えて、やっぱなんかこう久しぶりにすごいなんかやり始め音楽始めた頃にご一緒してた人とか一緒に演奏してたミスター M とかにと一緒にねこうやって歌うと、なんかより一層なんかこう自分頑張ってきたなみたいな、勝手にそういう気持ちになったりとか、あとなんだろう、こう音楽続けててよかったなっていう気持ちがいっぱいあって、で今日はここからはちょっと馴染みのある曲とか楽しい曲とかやっていきたいんですけど、私いつもお酒、カラフルスマイル通信にもお酒大好きですって書かれてたんですけど、お酒すごく好きなんですけど、昨日あまりにも飲みすぎて、ここのね系列のユニングルさんっていうところでライブしたんですけど、あまりにも飲みすぎて、で今日も昼から一本ライブがあって今日2本目なんですけど、さすがに心配になってきて、明日8時に飛行機なんで、さすがにやめとこうと思って、今日は珍しくお酒をノンアルコールでやっております。なのでちょっと
乾杯したいけど水で申し訳ないんですが、皆さんはぜひドリンクを持っていただいていいですか。ない方はグーでも大丈夫です。まずね、ここの土曜日という時間、貴重な時間、お休みとか仕事帰りの皆さんお集まりいただき本当にありがとうございます。そしてね、こうして同じ出演者、同じお客様で同じ時間を過ごすことってきっと今しか今後一生ないと思うので、この時間を大切にこの後3曲歌っていけたらなと思います。では楽しんでいきましょう。乾杯。朝まで飲み歩きたいなって思った時に作った曲、ワンルームナイト聴いてください。くだらない自慢とどうでもいいし、とても笑えないよ。つまらない不幸と興味ないし、同情すらできないや。理不尽なパーキー駅前の二人、夜が目にしみる不自由なデイズ、決められたルール、今宵は脱ぎ捨てて騒ごう。混じり合う街の目、眠らないビルの明かり、苦手なバーボンソーダ、なじり合うぬるい風、柔らかい白い月光、今夜君に会いたいな。鳴り響くミュージック、光り出すブルーライ、見慣れた景色彩ってく、駆け出してストーライ、止まらないステップ、今すぐ抱きしめて離さない。八丈一間の世界に映るのは君と誰も知らない、溢れる寂しさだけ。ギターあの人紹介しにくいな。もっと抑えきれない日常、濡れた髪まぶしいな、戸惑うときめき、時計の張り刻むレイジ、潤む瞳つらいな。甘くなるソングス、おしゃれしたルーム内、暗闇がざわめき出したら、二人きりトゥーナイ、青くなるシグナル、朝まで踊り明かそうよ。八丈一間の世界で揺れるのは君と誰も知らない、溢れる切なさだけ。手拍子変わります。今日が更けて朝が来る、街もまだ終われない旅を続けてきた。ずっともしも明日世界が終わるなら、きっと何もなかったことにできるのだろう。八丈
がとうございます。もう諦めちゃった。大丈夫です、多分流れてなかったはず。大丈夫大丈夫。じゃあ、私が全然まだ曲とかなくて本当にしんどかった時に、突然夜中ぐらいだった気がするんですけど、ポンってミスター M から曲が送られてきて、でそれがね、いろんなこう縁をつないでくれた曲なんですけど、とても好きな楽曲がありますので、それをね今日は久しぶりかもしれない、結構もう最近は一緒に演奏してない時もこの曲めちゃくちゃ歌ったりしてるんですけど、大好きな曲、私の家にもいっぱいいるんですけど、アゲハという曲をお届けしたいと思います。聴いてください。眠れない夜、窓を開けたら澄んだ夜風が頬に触れた。蹴飛ばしてた毛布を羽織って、隣のサイレンに目を閉じる。空駆ける自転車が天の川を渡る。夢の続きがまた始まる。空が青くなる前に連れ出してほしいよ。目を閉じているうちに見えない場所へ。どうかな。窓の外は止まった世界、街灯と自販機の頼りない光、虫はきっと私、音もなく訳もなく夜に迷い、光を探す。闇を羽ばたくアゲハ、星の蜜を運ぶ。私の手のひらで羽を休める。飛び立った後には
光の雫こぼさぬようにそっと手を握った。空かける自転車が流れ星に変わる。夢の終わりに一つ願い事、夜が明けたらまた叶えますように。目を閉じてまた開いて私は生きる。ありがとうございます。ありがとうございます。すごく私事なんですけれども、あ、全然今日自己紹介も名前も言ってなかったような気がするんですが、はじめましての方も、昼もあったさっきぶりの方もよく来てくれてる方も、久しぶりに来てくれた方もありがとうございます。ありがとうございます。ね、もう活動を始めてからまだっていうか、もう2016年に始めたんですけど、その時はまだ全然なんかこう右も左もわからないって感じで、2017年も音楽楽しいっていうまま突っ切って、ちょっとねなんかメンタルが不安定になったりとかしつつ、こう2018年は頑張って過ごして、2019年から私の服から先からめっちゃ埃飛んでくんですけど、2019年、そう見えてないかなみんなに、2019年からね、またいろいろ音楽頑張り始めて、で、コロナ禍になったんですけど、ずっと歌い続けて、なんならコロナ禍になってからの方がいっぱいライブしてるぐらい頑張ってやってて、でこうずっと一つ、いつか東京とか自分の拠点をもう一個増やして、そこでなんだろうな、こうできることがあれば一生懸命音楽もう少し自分の幅を増やしたいなっていう気持ちがあって、去年から遠征を始めて、遠征をしていくうちにもうなんかこう世界が広がったりとかして、で北海道でもたくさんライブしたんですけど、北海道が飽きたからじゃあ東京行くっていう感じではなくて、東京に行った方が夢がつかめるとかそういうのでもなくて、こう自分の中で東京で音楽したいという気持ちがある以上、音楽いつか辞めた時に、なんか、まあ、辞めるか分かんないですけど、辞めた時に音楽東京でしたかったなって思って後悔が残るのが嫌だなと思って、ちょっと年齢は非公表なんですが、30歳になる前に、いろいろ挑戦したいなと思って、今しかないなと思って、来年の1月に上京することを決めました。なので、上京したからじゃあしばらく会えませんとかではなくて、今めちゃくちゃ月に 1、2回東京とか行ってるのを逆にするみたいな感じで、定期的には帰ってこようと思ってますので、よかったら北海道の皆様も、東京の配信とかで見てくれてる東京の皆様も、今後もね、どちらでのライブも応援してくれたらすごく嬉しいなと思います。初めましての方は名前だけでも覚えて帰ってくれたら嬉しいなと思います。そしてやばい時間押しちゃう、皆さんにご報告があるんですが、結婚するみたいなね、私も匂わせて皆様にここでご報告があるんですけれども、はい、したい気持ちはすごくあるんですけど、この度、久保田玲奈は結婚はせずに、ジン不動産っていう不動産会社の CM に出演が決定しました。イエーイ。というわけで今フジテレビ系列の UHB、北海道7ちゃん8ちゃん地域によって違うと思うんですが、で多分朝の時間帯と、私は深夜
しかまだ見たことないんですけど、深夜結構流れてて、あとはたぬき工事にあるモユックっていう新しい施設の、1階から地下に降りるところの真ん中の大ビジョンでも流れてますので、よかったらぜひ見に行って、あ、いましたと思って撮ってくれたら、撮ってね、インスタとかあのツイッターとか上げてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。で、初めましての方は、あ、CM に出てる人だって思ってくれたら、 CM 見た時にちょっと感動が生まれるのではないかなと思うので、よろしくお願いします。で、やばい、杉野さん怒られちゃう、ふざけんなよって後で言われちゃうから気をつけます。今日はね、久しぶりのカラフルスマイル出れて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。CM ではアメージンググレースを150回ぐらい歌わされて、本当にね、嫌いになっちゃいそうだった。そうで、アメージンググレース歌って流れてますので、アメージンググレースがテレビから聞こえてきたら私だと思って走ってテレビ見に行ってほしいなと思います。で、ライブではアメージンググレースと歌うことはきっと一生ないと思うんですけど、そう、めっちゃ歌ってって言われるんですけど、絶対に歌いたくないんですよ。なぜなら150回もうすでに歌ったから、もう絶対やりたくないんですけど、ぜひね、今後もそういうメディアとかもいっぱい出れたらいいなと思って頑張っていきますので、俺昔から応援してる子なんだよって言ってもらえたらすごく嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。久保田玲奈でした。ではこのまま、今日はどっちかっていうと気分的にはなるべく朝早かったんで早く帰りたいんですけど、帰りたくないよっていう曲で終わりたいと思います。今日は本当にありがとうございました。11時41分目覚まし時計、朝の日差しが眩しいほど一日にちょっと期待してる。どこかで会えたらいいのに。あなたも嬉しい、問いただしても全然合わない二人だね。そんなところも流行りの服身にまとったら、あなたが好きな私になれるの。終点まであと少しだけど、まだそばにいさせて。最終電車よ待っていて、魔法使いにはなれないけど、最大限の愛情表現をあげてみせるさ。最終的にはハッピーへ、都合よくはいかないみたいだね。今日は帰りたくないな。5時半の夕日伸びる空、この季節が一番好きと寂しげに言う。夜行顔見たら胸がキュッと苦しい。誰かのものになりたくない、だけどあなたの私はちょっといらん。でもなふりしてるだからって早く気づいて、最終電車に飛び乗って会いに行ける。嘘が欲しいの。最大級の愛情表現を解いてほしいよ。最終回トレディドラマ、理想的にいかないリアル化で、今日はそばにいさせて。手をつないでそっと夜を抜け出して、連れて行ってよ冷めないどこかへ。ペガサスも
ハンドルを値段も見えないこの街で、あなたとキスがしたい。最終電車がなくなって思い描く妄想が眩しい。最大級愛情表現を意味がないなら、最終章のラストチャンス一度だけちょっと伝えるね。あなたをずっと大好きなんだよ。改めまして皆さん、今日は本当にありがとうございました。久保田瑠奈でした。そしてギター M。ありがとうございます。またどこかで私そして三日月さんにお会いしましょう。ありがとうございました。